今紹介いただきました国立情報学研究所の坂内でございます。大変過分なご紹介いただきまして、かつ面白い話をするということでプレッシャーも感じておりますけれども、この軽井沢東洋懇話会にふさわしく少し、話す内容は少し硬いんですけれども、なるべく砕けたように話させていただきたいと思っております。今いわゆる IT とか情報通信いう言葉が非常にいろんなところで言われるわけでございます。それで、我々情報学研究所もこの情報通信というものをなりわいの大きなターゲットにしているわけですが、最近少し雲行きが怪しいなと、いわゆる IT バブルの崩壊というようなことが言われるようになりました。で、少し振り返ってみますと、1990年代、情報通信、いわゆる IT 技術によって社会とか経済構造を変革して、これから世界の発展に大きく貢献できるぞというようなことで、いろんなトライアルが行われました。で、その背景は、例えばそこにニューエコノミーって書いてありますけれども、アメリカのニューエコノミー論、例えばいろんなものを流通、販売、製造といったものを情報通信の手段を使って効率を上げていくと、そうするとますます付加価値を高めるということが、こういうふうに車の両輪のように動いて、で、経済がどんどん発展をしていくと。それから水平組織化とかグローバル化というのも、こういった流れと同時に起こったわけでございまして、例えば物を作るときにでも企画とかアイデアはアメリカでやると、製造は中国でやるとか、販売はヨーロッパでやるというふうに、同じようなものを作るときに、今までのように一つの会社の中で縦に行うのではなくて、横型、世界の一番安いとか一番いいものを選んで組織化をすればよい。その前提としてグローバル化というのがございます。で、今まで我が国も含めて、その国というのが非常に大事なターゲットだった、対象だったわけですが、舞台だったわけですが、これからは世界が舞台であると、こういったことで、いわゆるインターネットの普及等々相まっていわゆる IT ブームというのが起こりました。で、ところがここ1、2年、正確には2000年後半から2001年でございますが、この期待が大きくしぼむ、IT バブルの崩壊と、で、非常に大きく乱高下をしているわけです。で、我々情報通信に関わるものとしては、本質的にやはり IT というのは社会経済の活性化に役に立つものだと。で、そのためには我々基本的に抑えなきゃいけない最も重要な本質は何かということを考えなきゃいけないという状況に来ていると思います。で、いわゆる IT ブームというのをもう少し振り返ってみますと、パソコンが非常に安く手に入る、それからインターネットがつつうらうら普及をされる、現在電話ではなくて映像のそれほど高品質なものでなければブロードバンド、ADSL というのも急速に普及をしてきてまして、例えば先月段階で我が国で380万加入が行われて、で、これはもう1年ほど前のもう3倍以上の伸び率でございます。こういったものがございまして、我々非常に便利にこの情報通信の世界に触れることができるようになっております。で、今日お話の冒頭で、例えば e コマースとか、それからインターネットで情報を探すという少しデモを、私のパソコンにもそういう無線のネットワークのリンクがついてますのでやらせていただこうと思ったんですが、さすがに軽井沢はそういうことでせこせこ仕事をするとかですね、そこでネットでショッピングをするという世界ではないと、少しこのリンクが通じませんで、そこははしょらせていただきますけれども、非常に便利になっている。で、振り返ってみますと、
1995年ぐらいアメリカでこういったインターネットを使って、取引をするとか、それから買い物ができるとか、あるいは情報を得られるとかといういわゆるドットコム、そのインターネット上のアドレスっていうのにこうありまして、最後にドットとついて、でコム、まあコマーシャルという、そういうようなことでドットコム企業と言われるものがドッと出てきたと、こういうことで、250社ぐらい株式公開をして2000年にはピークを迎えたんです。でそれをこうやって見てみますと、例えばネットオークション、普通に物を売るだけではなくて、逆に、ユーザーがどんどんより高い値段をつけた人が買うとかですね、それからアマゾン .com というような会社が書籍の販売、これも成功例でございますが、今我が国も含めて本に関してはネットで買うというのが非常に便利になっています。それから旅行業者とかデルコンピューター、コンピューターの受注をネット上で行うと、成功例として。でところがどんどんこういうふうになってきますと、いろんな会社がそのネット上に参入をしてきて、で競争も激しくなる、投資も大きくなる。それでどういうふうにここ10年ぐらい来たかと言いますと、いわゆる新しいビジネスモデルっていうのを工夫することによって、他に差別化をして、それでビジネスがさらに発展できるようです。例えばアマゾン .com の会社は最初はネット上だけで書籍を売ってたわけですけれども、それはクリックという、コンピューターのとこを触るという意味でクリックというような言い方をしますが、それだけではどうもちゃんと本という物体を、物を手に、ユーザーの手に渡せるのは十分ではない。でブリック、まあ普通の店舗も合わせて作る、クリック&ブリックで行こうとかですね、それから先ほどのオークションの方は、今度は買い手が、私はこういうものを買いたいと、売り手がより安いものをオファーしてくるというような、まあ、逆オークション、入札みたいなものですね、電子入札みたいな。それからコンシューマーを相手にするビジネスはやはりいろいろこういうふうに競争が激しくなってきて、今度は企業がやっているような、例えば調達とか売り込みとか部品を集める、こういったものを行おうと、 B2B と言われるような、こういうようなビジネスモデルも非常に大きくなって、いろんな業界が電子市場というものを作る、まあ、こんなような状況でどんどんこういうブームというのが広がってきたわけです。でところが、2001年、バブル崩壊というのが起こってきまして、まあ、その理由は、まあ、非常に多くの競争が起こったということ、それからその中にはいろんな怪しげなものもあったと、セキュリティ等の問題も起こってきたというようなこともいろいろ重なっているわけですが、ここでドットコム企業は例えばこの1年半ほどの間に800社破綻をする。例えば日本でもヤフーという孫さんがやっているような会社が、一時は一株1億4000万ぐらいだったんですけど、400万、300万、昨日あたりに270万とかと、こういうふうに暴落をしている。それから数日前にワールドコムという、これはアメリカのナンバー2の通信会社ですけども、これが潰れ、破綻をした。その前にはネットでエネルギーを売るエンロンという、これも大きな会社が破綻をした。それは不正経理と、とにかくアメリカっていうのは株価を上げるために見かけの、その利益を大きく出さないと投資する人が、まあ、要するに固く銀行に預けるか国債を買うか株を買うかで、利回りのいい方を選ぶわけでして、でそうしますと企業の利益率が 10% を超えていかないと株価っていうのは上がっていかないという方程式があると聞いています。でその方程式に乗るためにとにかく、利益が出たように、出したいと、
そうすると株価が上がる。そうすると市場から資金が調達できて、まあ、どんどん企業はポジティブな方に行けるという、まあ、そういう神話が、神話というか、まあ、あの本来的な意味では、健全な、一つの健全なスタイルです。まあ、でも、そういったもののプレッシャーで不正というものが行われる。まあ、こういったことが重なって、今や、そのある側面で IT というのは不況の元凶だとまで言われて、7、8年、我が国においては2年ぐらい前はもう、E 立国だとかですね、電子政府だとか、もう全てこれで変えたがつくと。でところが、片やこちらの新聞を見ると、不況の元凶は IT であると。まあ、こういうような。で一方で、じゃあ、本当に IT というものは期待したほどのものではなかったのかと見てみますとですね、この市場全体とか IT の利用というものは着実に伸びているわけです。それから成功例も多い。例えば FedEx というのを、海外に何か物を送りたいと。そうしますと FedEx のサイトにアクセスをすると、どのぐらいのものをどこに送りたいですかというと、それはいくらですってすぐ出てくるし、で頼んで、取りに来てもらって頼んでやってて、今どこまで行ったんだろうっていうのを、その商品番号を入れると、今ここまで行ってますと。で非常にネットワークでユーザーが欲しい情報を提供している。それからデルコンピューターっていうのも非常に安いパソコンを提供する。どうやって安くできたかっていうと、そのビルトゥーオーダーといいまして、ネットワークで受注した分だけ作っていくから、在庫、無駄な在庫を持たずに済むと。それからユーザーがこんなような構成で、こういうソフトを買ったということをもうコンピューターで入れてますから、例えばあのセプテンバーイレブンのようなことが起こっても、あなたのところはこういうことで再現できる。まあ、買う方はですね、どういう構成にしたかというのはあまり覚えてないわけですけど、売る方がきちっとデータベース化にしていると。それからやはり、さっきもいくつか例を出しましたけども、ユーザーが求める、本当に欲しいなと思うビジネスモデルというものを出したものは成功している。で、一時はドットコムなら、まあ、ネットでやれば何でもやれると。それからビジネスモデルというものがあればもう見ても大したことないなと思うようなものもみんな特許を取ってやれば儲かるみたいな流れになったわけですが、その本質が問われて、そのやっぱり本物に近いものはやはり残っていると、こういう状況があります。で、じゃあ情報通信というものをこういう大きな乱高下の中で、見ていたときに本質的なことは何だろうか、ちょっとこう私の試験も入ってますけれども、一番大事なことはやっぱり人と社会に支持される新しい価値を作り出すということが、まあ、当たり前ですけども、やっぱりこれが本質的で最も重要なことだと。それから、まあ、ネットの情報通信の世界ではウィナーテイクソール、マイクロソフトは全ての OS を握りましたとか、最初に成功例を作ると、そうするとそこだけが世界で一社勝ち残ると。ですからみんなこう日本の企業も含めてプレッシャーを感じてですね、もうとにかく早く打ってみんなにならなきゃいけないということなんですけども、まあ本当だろうかと。やっぱりその重要なところっていうのは、このこういった人と社会に支持される新しい価値、これはビジネスの点からでも重要でして、それの点でオリジナリティがあることさえしてればいいと。まあ、こういうような視点が本質的かなと。そうしますと、情報通信とかの新しい展開ではこれにやはり対応していかなきゃいけない。だから情報通信というのは今まではインターネット上でとにかくそれを使ってやるということが優先されたわけですけど、もちろんそれが前提ですけれども、ちゃんとどういう価値を作るのかということを考えなきゃいけない。そのためにはですね、やや固くなりますけれども、21世紀人と社会はどうあるべきかみたいなこともビジネスという視点からも、中長期にはこういったことに対しての明確なメッセージがないものはやはり淘汰をされていく。そうすると情報通信というのはやはり我々が人間が関わっているいろんな分野との中で価値を作る
という他の分野との融合というのが本質的になってくると、まあ、こういうようなのが技術とか研究のあるいはビジネスの展開のキーワードになるのではないか、まあそういうことでございます。で、少し21世紀の、まあそうすると話の流れからですね、21世紀はどうあるべきかみたいな、何が大事かということを、やはり我々こういった技術に関わるものも自分の気持ちの中にあるいは頭の中に持っていかなきゃ、これは私の試験でございますけれども、21世紀これ重要になるのは、まあ20世紀あるいはもうちょっと昔ですけれども、やはり衣食住っていうのが重要であったと。で、ところが21世紀は衣は心に、それから食は命に、住は礎にと、こういうようなことで衣食住から身命祖と、これが21世紀の戦略的なターゲットではないか。で、心っていうのは何か。衣はまあ昔は寒かったから着た服を着るということだったんですが、やはりその中には着飾る、自分をアピールしたいという要素が含まれている。そういったものの心の部分というのが新しい価値を作るし、ビジネスにもダイレクトにつながっております。例えば個性、自分の個性がアピールできるもの、それから快適であるとか楽しいとか、そういったことに貢献できること、それから、まあ、こういう世知辛い世の中ですけれども、温かいとか優しいとか、つながる、携帯電話がみんな持っている、つながるというのがやはり大きく価値を皆さん持っておられるのではないか。最近この総務省が出しているどのぐらい、まあ、いわゆるエンゲルケースってどこに皆さんが消費をしているか、一番その昔流で言うと落ちているのがこの服、衣服費でして、もう今や一桁のパーセントですが、それをカバーするかのように通信費というような、まあ、携帯電話の費用が伸びていると、まあ、こういうのも一つの裏付けかなと思っています。それから、まあ、グローバル化というのは、まあ、世界をアメリカとかイギリスのアングロサクソンの、まあ、英国流なものにつながると、統一してしまうというような側面があるわけですけれども、やはり我々のそれぞれの国の文化とか、そういったものを大事にする、あるいは倫理とか、まあ、こういう側面が一つのターゲット。それから食は、まあ、命に当たり前ですけど食うこと、それから健康とか福祉とか雇用とか、まあ、こういったものがターゲットになりしますし、それから、まあ、住っていうのは昔寒さと危険をしのぐために住まいというのがあったわけですが、それが社会の、まあ、言ってみればコミュニティとか都市とか、そういったものになる、交通とか災害とか環境とかエネルギーとか、こういった我々の生活の基盤を与えるもの、こういったところで本物を出していかないといけないなという感じでございます。でもう少し、じゃあどういうところに、これから情報通信、力を入れるべきかと。で、さっき言ったようにインターネットがあって、まあ、ドットコム企業で、まあ、とにかくこの上で、商売さえすればいいというスタンスは、まあ、中身言ってみれば、そのネットワーク上でハンバーガーをみんなに売るようなもの、であると、マクドナルドは、まあ、世界中になってて、まあ、これに近いような世界がいつも出てるわけですが、これを称して、まあ、ハンバーガーワールド、これを克服するのが情報通信の本当のターゲットではないかと。で、これに比べて六本木ワールド、先ほど瀬松所長の方から、私前生産技術研究所って東大の生産技術研究所におりまして、六本木にございまして、まあ、そういう意味ではかなり強い六本木ファンでございまして、でまあ、その中ではですね、いろんな、例えば食べることを楽しみたい、でもハンバーガーだけではなくて日本料理とかいろんな国の専門レストランがある、同じ専門レストランでもみんなサービスとか味付けとかそういったものが違う、そういうそのユーザー、人という社会に、まあ、満足を与えようとする、ここの
部分、それに、価値をどう作るか、サービスにどう展開するか、こういった部分の努力が専門レストランという形で集積していた町だったなと。今生産技術研究所というのは駒場というふうにところに移転をしまして、その感をさらに強くしておりますが、周りに何もないと、まあ、勉強するにはいいんですけど、まあ、そういうような状況でございます。それからもう一つは、それそういったものを支える、情報通信の、まあ、高機能化と、まあ、こういう二つが重要になると。で、そういう意味では多様な文化にも対応する。それから消費者満足、社会満足ベースのサービス、工夫を凝らしたものというのが本質的な価値を作る、まあ、そういったものをターゲットにしていった方がいいかなと。で、そこで今日のお話ししたいタイトル、映像メディアでございます。映像メディアというのはちょうど、まあ、テレビを想像していただくと、ビデオとかテレビ、あるいは我々が目にする画像というようなものでございます。で、コンピューターとか通信でこういった画像とか映像を扱えるようになって、まあ、比較的日が浅い、なぜならば非常に、言葉とか音声に比べて、その送ろうとしても情報量が多いんで時間がかかる。コンピューターで扱おうとしてもですね、人間はなるほど賢いな、3つの子供でも、まあ猫の絵を見せるとニャンって言うわけですけども、コンピューターはなかなかニャンと言ってくれないと、まあ、そういうようなところがございまして、まあ、非常に扱いにくかったわけです。ところが先ほど申し上げたように、コンピューターのコンピューティングパワーも非常に上がってきた。研究開発もそれに向けて、そういったものができる状況になってきた。ネットワークもブロードバンドと称して映像も流せるようになってきたということで、先ほど申し上げたような社会とか人に対して新しい価値を作る、まあ、言ってみれば六本木で新しい専門レストランを作ろうということを考えたときに、非常に可能性の高いメディアであると。で、そのそういったところで、まあ、六本木でその専門レストランを支持されるような専門レストランを開こうとすると、まず、その素材の新しい素材の料理法を考えなきゃいけない。この場合は映像というようなものでございます。それからそれ以外にインターネットというもので作り出された、世界中に何億というコンピューターがつながって作られている情報空間という、まあ、これも過去ない新たな素材でございますが、こういった素材をどう料理するかという、まあ、こういう方法を考えると新しい価値が出てくる。それからさっき申し上げたように、やはり何をやるべきかというような価値提案と一緒に、こういった素材の料理法というものを組み合わせた、いくことによって、こういう新しい、情報通信の世界を開くことができるのではないか。で、先ほど末松先生からご紹介いただいたように、私、ここ6年ほど、文科省のプロジェクトでマルチメディア情報媒介システム、まあ、こういったものを狙うプロジェクトをやってまいりました。で、今日は少しこのプロジェクトでの出力といいますか、事例をお話をして、その映像が開く新しい情報通信の世界というものの少し一端をの可能性をお話しさせていただきたいと思います。で、マルチ情報媒介システムというのは、まあ、例えば携帯電話とか、それから街の中にいろいろ、まあ、カメラがあると、そういうようなことで街の様子、我々が生活をしている実世界の様子が映ってくると、そういったものが開く情報通信の世界を作り上げようと。それから放送もいろいろご意見はあるんですけども、2010年ぐらいまでには全部デジタルという形で、通信とかコンピューターでも処理しやすいような情報の送り方にしましょうというプロジェクトが走っておりまして、こういったデジタル放送の世界というのはこれから大きく我々の世界に生活に関わる。それから先ほど申し上げたネットワーク、こういったものを対象にした研究でございまして、その中から少し1、2例お話をしたいと思います。
まず例1でございまして、まあ、先ほど申し上げたようにこれから情報通信はこういった価値を作ろうということをそれを発揮させてそれに答えが出せるような研究開発を行うと。で価値1としてですね、交通事故を半減せよと、まあ、我々の私の研究プロジェクトの中で、やっていることでございますが、我が国で今1年間に約1万人の人が死んで100万人の人が怪我をしております。世界では30万人の人が死んで3000万人の人が怪我をしている。で非常に大きな数字でして、これを半分にすることができると、まあ、世のため人のためになることであり、かつそれを通して新しいビジネスなんかも展開の可能性があると。でそこでそれに対する一つの、まあ、手がかりとして欧州の10年ほど前の研究でですね、事故を発生する直前、また、あ、0.5 秒前に、事故が起こるかもしれないよということで対策を瞬時に、取れれば事故は半分になります。1秒前にそれができれば3分の1にできますという話があります。それから事故が起こって瀕死の人が出たと、今は数年前の統計では事故が起こってで救急車が駆けつけるのに十数分かかっている、まあ、最近は携帯電話ができて少しそれも早くなっているんですけども、これをですね 3,4 分にできると死なずに済むということが言われております。こういったことを情報通信で実現すれば世のため人のためになると、こういうような狙いでございます。そこでこれは今までこういった研究というのは世界でも行われていなかったわけですが、こういう交差点、非常に事故の多い場所でございますけれども、こういったところにテレビカメラを据えまして、その様子をずっと見ていると。そして例えば事故が起こったら瞬時にそれを認識する。それから究極は事故が起こる前に認識するということですけれども、まあ、とにかく事故が起こったら認識をする。それからその時に必要な技術は、これは神田駿河台下というところの状況ですが、これは横浜の原宿、戸塚の原宿交差点、これも神奈川で一番事故の多いところなんですけれども、こういったふうに場所が違ってテレビの置き方も違って、もうそれを処理できるような方法を出さなきゃいけないということでございます。でそこでこういう研究をしましょうということでですね、ここに、ビデオカメラを据えて、で通信回線を借りて、我々の研究室に、その情報を持ってきて、そしてどんなことが街道路の上で起こっているんだろうということがまずあまり分かっていなかった。で道路の上で起こっているということをテレビカメラで、自動的に認識をすることができるということがまず研究の大きなターゲットです。そしてそういった手法を考えてそれを評価をしていくという、まあ、実験システムを、こういうように今こう NTT の回線1年間かかると500万円ぐらいかかるんですけども、やはり24時間365日こう映像を送っていく、こういうようなシステムで研究をいたします。どんなことが起こっているか、まあ、我々道路の上ではこんなことが起こるだろうということを知ってるんですけど、実際は見聞きするのはごくごくその一部であるわけでして、これをまずデータベース化しましょう。これは交通事故の状況でございます。事故が起こる前から起こった後、救急車が駆けつけてくれるまでのセットになったデータが得られる。それから非常に危ないというような、まあ、ヒヤッとするような事故寸前に至るようなこととかですね、いうことも起こります。それから、まあ、違法の駐車とかですね、そのルール違反、それから非常にこう大渋滞が起こっている。でこの渋滞というのも安全と同時に、克服すべきターゲットになっております。だからこれは神田祭りでお祭り、道路の上でこんないろんな出来事がある、まあ、こういったものがターゲットになりまして、我々こういったものをコンピューターで全部認識をして、
でさっき言ったように事故が起こったらすぐ何か変なことが起こったら対策が取れるということで価値を出したいということでございます。これがデータベースですけども、事故というのは、幸か不幸かなかなか起こってくれない、まあ、こういう研究をしているとですね、まあ、事故が起こるのは一般論としてはあまり好ましくないですけども、起こるならこの場所で起こってほしいと、まあ、こういうことを思うわけなんですけども、まあ、これ1年間のデータですが、やっぱり十数件しかございません。それの約 6,7 倍のこう人間が見ていて、あ、危なかったねと、こういうヒヤリハット、ニアミスと称するものも6,7 倍ございます。いろんな状況がございます。夜中になると、あの交差点でさこうぐりぐり回る若い人も出てきたりとかいうのもありますし、カメラの前にカラスが止まって何だろうというような状況も多く、まあ24時間365日見ていると、まあ、いろんなことが起こるわけです。で、まあ、これを全て認識するということをターゲットです。で、そのためにはですね、まずそこに通っている車、一台一台を全部追っかけられるようにしなきゃいけない。で、そういった画像処理の映像の処理をしなきゃいけないわけです。で、しかも難しいことは、車と車っていうのが重なって、流れてきますので、それから24時間365日になりますと、この場合は雨が降っていることですけども、急に日が差してきたりとか、雲がさっと流れたりとか、いろんな局面が、それに対応できるような方法を考えなきゃいけないということで、我々のグループで開発したのが、時空間ランダムフィールドというような手法で編み出しまして、でそういうふうに重なった車でも一個一個かなり正確に 95% 以上の角度でこうやって追っかけることができると。で、先ほどの神田駿河台下交差点はかなりもっと上から見てますけども、これは首都高速で適用している例ですが、こういうふうに一台一台がかなり正確に抑えられると、まあ、こういった基本的な方法を開発するということになります。で、それができますと、今度は交差点に入ってくる車一台一台の動きを全部追っかけているわけですから、今度は相互にそれぞれの関係を見て、位置関係が変だぞとか、通ってはいけないところへ行くぞ、行ってるぞとか、だんだん近づき方が変だぞとか、まあ、そういうようなことで状態がこういうさっきあったような危ない状態だとか、ルール違反だとか、あるいは事故が起こったというようなことを認識をしようということでございまして、で、これこの例はここにありますように、この車がここの車線に入ったのにビャッとこう起こってきたと、でこんなところで非常に危ないことを起こしたと、いうことが、まあ、上から見て、ちゃんと見通してるぞと。それからこれは事故の検出の例でございますが、事故というのはですね、車と車が重なったように見えるというのが基本なんですけど、そういう状況が起こってるというのはあちこちで起こるんですが、それ以外にいろんな条件が重なっていると、でこの白いのがそうなんですが、この灰色はこう重なっていたのがなんか止まっちゃってるっていうので怪しいぞということなんですが、まあ、ここは右折レーンなのでこういうこともよくあるということで、もっとまだ黒とは判断せずにやって、でところが、今ここで起こったこの2台同士はですね、いろんな条件全部合ってるので事故だと。でこれはさっき言いましたように事故を瞬時に、認識をした。で、こういったものを全部いろいろ集めてくると、その直前にどんなことが起こっているかということを認識、集めることができます。で、こういったものを、まあ、いろんな情報の中から価値のあるものを掘り出してくるという意味でですね、データマイニング、マイニングというのは鉱山でこう鉱物を掘り出すということなんですが、まあ、その前段階としてこういった事故を見つける。事故を見つけたものを今度やっていくと、その直前にどんなことが起こっているかということを今度は見つけ出していく。
で、さっき申し上げたように事故というのは効果不効果あまり起こってくれないので、まあ、こういったものをいろんなところにこうしつらえてそれを見つけ出すと、こういったことが必要になります。で、こういったコンピューターとの関わりで交通を、まあ、交通に関わる新たな価値を作ろうというのは、映像で今事故の検出とは私どもが中心にやっているわけですが、全体的にはですね ITS、まあ、次世代交通システムということで、これは我が国もアメリカもヨーロッパもここ最近のですね国家プロジェクトになっております。で、さっき言いましたように渋滞が非常に経済的なロスを生み出している、それから事故は多くの人命を奪っている、それから環境ということで排ガス等の問題がある、それからそもそも交通っていうのはやっぱり快適さというかそういうものを提供するものでなきゃいけない、新産業もこれから生み出して、まあ、こういったもので ITS という、私なども参加をさせていただいて、日本の場合に5つの省庁が協力をして今推進をしているわけですが、少しそういう話をさせていただきます。で、コンピューターと車と道路と人、まあ、こういったものの協力でもって今のようなターゲットを実現しよう。で、これは映像だけを対象にしているわけではありません。で、一例でございまして ETC、 これはその実験段階の図なんですが、最近は高速道路で ETC っていう装置を買って、ちょっと高いものでなかなか普及がこの不況期図られないんですが、そうすると高速道路の料金所で止まらずにスッとこう行けると、こういう仕掛けでございまして、今どの高速道路にもETC レーンっていうのがあるんですが、あまり使われてなくて、他のところが混んでて、けしからんなと、こういう意見もなくはないと、こういうことでございます。それがある程度になってくると渋滞の解消にもつながる。で、これはここの車の中にあった装置とこの、料金所のところで、まあ、無線で、DSRC という通信方式なんですが、やり取りをして、でどこから入って、でここの金を引き落とすということの OK 取れればパッと開くと、だから瞬時に怒られるものですから止まらずに、最高約60キロぐらいですっと通れるはずなんですね。こういったものでございます。それから HS というプロジェクトがございまして、自動走行をしましょう。自動走行とまで言わなくても、高速道路で特にトラックなんかが一台ずっとこう一人の運転手さんが神経を使って、何日も運転するのは大変なので、先頭の車だけ、まあ、ちゃんとやってれば、後ろみんなこう高速道路に入ったらパッと誰かの後ろについて、あとは寝ていけると、こういうシステムでやると非常に、楽だと。コンボイ走行というんですが、まあ、こういったものをターゲットに、まあ、こんな研究開発がいろいろあるわけです。で、さて、まあ、さっきの我々グループ今日もちょっと起きて上條先生と一緒にやっているプロジェクトですが、映像で、やりますと、今までできないことがどんなことができるか、道路上で何が起こっているかの精密な常時分析ができます。そうするとどうしてこういう事故が起こるんだとか、どうして混むんだろうかというようなことが分かり、どうしたらいいかという方法もできる。今国土交通省は年に1回何千人何万人ってアルバイターを頼んで、ある日全部交通統計というのを取ってるんですけども、もうその日その彼らの根性で何台取ったって、ここなんかカウンターみたいな塔ほど並べてこんなことやってるんですけども、まあ随分努力をして、で1日しか取れない、まあ昼間しか取れないとか、まあの状況がございます。こういったものを24時間365日やれることができます。それからさっき申し上げたの事故を減少する可能性があります。それから事故だけではなくて、今道路というものは
今どんどんこういう高速道路を伸ばしていいかどうかっていうのが国家的な大きな議論になっておりますけれども、まあ、我々にとって生活をする上で、あるいは経済活動をする上でやっぱり道路っていうのはクオリティが高いものでなきゃいけない。そうすると道路交通の品質向上っていうのを大きなターゲットになる、それから渋滞を減らすとか、それから歩行者でございます。でまだ道路渡りきらないのに赤になっちゃって困ると。そうすると賢い横断歩道はゆっくり来られる体の不自由な人方が来られたら青は待つ、彼らが渡るまで待つというようなシステムというのもこういった映像で可能になります。それからプライバシーと両立する、まあこういったいい面あるんですけど、テレビカメラに覗かれるというのはですね、非常に気持ちの悪いことなわけですが、これも例えばコンピューターの中できちっとした認識ができれば、通常の善良な市民の活動に関しては何も言わないと。で、善良でない活動であったり、あるいはどうしても抑えなきゃいけない出来事に関しては、それだけ出力を出してくると。今東京の歌舞伎町というところに50台ほどカメラ、監視カメラを置いて警察の人が見てるんですけど、あれで歌舞伎町の犯罪っていうのは半分ぐらいに今、約1年ぐらいの統計でなってるようなんですが、でも一般の人もですね、この店に入ろうと、あいつは入ろうとしたとか、要するにそれ自身はですね、悪いことじゃないんですけど、家庭の中では揉めると、こういうような、まあそういうようなことは、まあ善良な市民の活動の範囲の中でコンピューターの外には出さない。まあそういうようなことがあり得るわけです。ちょっと一例、我々のシステム、そういったものを、今の歌舞伎町の話じゃないんですけど、これをですね、去年1年間この統計を全部このシステムで取ってみましたというものです。でこれはその、まあ、大学とか学術コミュニティでやるものはアイデアはいいんだけども使い物になるのと、でちゃんと1年間動かしてみましたかというようなことをよく言われる。で、やらなきゃいけないことをやってないんじゃないかと言われるわけですが、これはそれを実証するためです。して1年間のデータを取ってみました。そうするとここにありますように1台1台で大体こう、まあ僕も大体この色とかまだお認識をして、どんなスピードでどう動いてるかっていうのを全部こう把握しております。で道路の上でどこがよく車が通ってこう車が通らないかというようなこと、まあ言ってみれば交差点で起こっていることをアルバイトの人がもう365日全部やると。で疲れたってサボらないというようなシステムになっているわけです。で、それでこうやってみますとですね、この交差点例えば月週のうち 何時から何時はどのぐらい通りますかという、まあ、こんなデータというのは今までかつてなかったんですが、まあ、こういう、まあ、ないよりは、まあ、一般の方にあんまりつまんないデータなんですけど、まあその道の人は非常に、それから渋滞が起こってるかどうか、これはこういう交通工学の方から、見るとですね、QV 曲線といいまして、ここにスピードがこうありまして、空いてる間はですね、空いててあまり車が来ないときはスピードが出ると、こういうことなんですが、どん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 こう車が混んできますとスピードがまあほどほどになってきて、ある段階になると混んで今度は、その道路で車が履けなくなってくると、こういうような形が出るというのは理論的に言われているんですが、この交差点でちゃんとこれが出ていると。で、かたやこのもう一個の方の道路というのは信号付きの関係があって、そういうものがないと、ないというのも重要な知見であると、まあ、こんなことでございます。それから、まあ、こんなこともやってみて、例えば5月27日にダンプカーと乗用車がぶつかった事故の
乗用車の人の気持ちになってみませんかと。で本当のリアルな状況を、まあ体験すると自己シミュレーションというようなことがあります。これはまだ不完全なんですが、実際のデータ、街のデータをコンピューターに作る、駿河台下交差点の街のデータをコンピューターに入れまして、そして先ほどの追っかけたデータを組み合わせてそれを再現すると。でそうしますと、あのこんなことがあるんです。で、まあ、我々の研究の別のプロジェクトでコンピューターの中に街の3次元の様子を入れるということをやっている人もいて、まあ、それが作ったこう神田駿河台下交差点の部分なんですが、でこれはコンピューターの中に入れた仮想の都市なんですけども、この中に、その指定された時刻の実際の交通状況を再現するということになります。で、先ほどのこの交差点から見ていた車の統計を全部こう覚えておきまして、こういうふうに走ってる車はみんな同じ車で気持ち悪いんですけど、これは今ちょっと中間段階でですね、ちゃんとあんまり細かいところまではわからない、ナンバープレートまで読まないというのは我々のシステムの自慢でもあるんですけど、まあトラックとか色、セダンとかの大体の色というのは大体わかりますので、ちょっと改良は今しつつありますけども、まあ、こんなふうに、仮想の街の中に実際のものがあると。で今度はそのさっき言ったその今度は運転手の気になって、で周りの様子で、でこう事故、特に事故が起こった事故の当事者になったアングルでこうやってみるというようなことも容易に作れるわけです。でしたがって、まあこの迫力があると言いますか、これがそんなのことのイメージ、でして、今もうちょっと作りつつあるんで、まあイメージ図ですという感じなんですけど、まあ、こうやってこう走ってるのにこう赤信号無視すると、こうこれはぶつかるのは当たり前で、ちょっとやらせ風な、まあ、こんなようなことで新しい価値を作っていこうと、こういうその2でございます。で今度はですね、ターゲットとして、まあ、文化財、特に大型の文化財を永遠に保存するということを考えたいと。で直接のモチベーションは、数年前に台風が来て、そのいくつかの醍醐寺の五重塔が壊れちゃったとかですね、そういうことがある。あるいはアフガニスタンでバーミヤンの大仏がタリバンによって壊されたと。で大型の文化財というのは老朽化をしたり、いろんな開発、火災、天災、テロ、演奏でどんどん消失していくわけでして、でこれを永遠に残すためにはデジタルのコンピューターの形に入れなきゃいけない。でところが小さいものはですね、割合こういうことはできるんですが、大型のものをどうするかということで、我々の研究プロジェクトの中で、実際は戸田先生の我々の仲間の池内先生というのがやっているものです。でこれは鎌倉の大仏さんでして、でいろんな方向から、レーザーをこう飛ばして、この戻ってくるこの時間でもって、要するにこういうふうにざーっとスキャンをしていく、それをいろんな方向からやるということで、この大仏さんが三次元的にどんな形になっているかということを作り上げると。でいろんな方向から取ったものを一個に三次元の姿にまとめ、誤差が最小になるようにまとめ上げるというところが、まあ、技術でして、でそういったものを我々のグループのプロジェクトで開発をして、で、まあ、それがその様子を表してだんだん誤差が減っていく、
様子を表しています。そしてそれをで、作りますと、まあ、従来いわゆるバーチャルリアリティとか仮想空間とかという言葉があって、でコンピューターの中で仮想体験ができます。ところがそこで使っていたデータというのが、まあ、でっち上げと言っちゃう語弊はありますけれども、手で作ってたとかですね、いうことなんですが、これは中で作ったライブスターのは本物の3次元ので精度も、まあ、この場合は数ミリの誤差で、やられて、それで昔鎌倉大仏というのは伽藍があって、こうこれも大体、真実と合っていますし、それからこう顎の下のところにまだ金箔が一部残っていて、ものの本によると全身金に覆われていたと、まあ、それを再現すると、まあ、見た人はもういないのでどの程度合ってるかっていうのはあるんですが、まあ、こんなもんだったろうと、で、まあ、かなり真実に近いと。で我々のグループで、のプロジェクトで、今は鎌倉の大仏ですが、最近終わったのは奈良の大仏、それからですね、いろんなところの大仏結構あるんですよね。で今池内先生のグループは、タイと中国の山奥行って、大仏を撮っておりますけど、まあ、世界の大仏シリーズで、これ同じようにこのプロジェクトの中でデジタル化をした生産技術研究所、六本木にさっき言いました、六本木の強いファンとしてですが、これ昔226事件が出撃をした建物、由緒のある建物の方なんですね。でところが我々ここの六本木から移転をしまして、この後に、ナショナルギャラリーというのを作るプランなんですけども、この壊しちゃうと、でそこで、まあ、当時所長たるもの、まあ、こういったものをやっぱり残さなきゃいけないということ でデジタル保存をしよう。でそれによってこういったああいうふうに先ほどのこういうスキャニングして取りまして、で周りにちょっと木があったりするのでちょっと汚らしいですけど、まあ、かなりこのデジタル保存をしております。で本格的にやろうとするとですね、この上の見えないあたりもちゃんと取らなきゃいけないですけど、まあ、今回はそれほどコストかけずに、この程度に収めております。でそのゆえんは議員さんグループが保存に乗り出しまして、結局ここからこの一部をですね、ポツンと今六本木にも全部平地になってるんですが、ここに建物が一部残っていると、まあ、そういう形ですので、その資料展示館の中にこういったものをもう少しポリッシュアップして残そうと、まあ、こんなことでございます。それから別のものとして、同じ文化財を残すときにも三次元のデータだけではなくて、まあ、特に文化財で重要なのは陰影といいますか、日本の場合どんなふうに光と影を使っているか、で実際の光と影の様子というのを、まあ、保存をしたい。でこれは新しい生産技術研究所の建物なんですが、でこれに仮にですね、コンピューターでこういった仮想の構造物を作ってみて、非常に異様な感じがする。でこれはなぜかというと陰影がなってないからですね。でこの普通の実際の建物っていうのは、この自然光の中で、正しいというかリアルな陰影がつけられて、でそれはこういうふうに照明をこうあちこちから当てているというよりももっと自然ですから、いろんなもっと絵も言われぬ照明源があって、私も向こうから日が当たるとこの辺ハレーション起こすんではないかと、いつも気が気ではなくてなんとなく落ち着かないんですけども、まあ、実際のマイルドな陰影を再現する。それを先ほどちらっとお見せした方法で回復することができます。それを保存することができます。
そうしますとこういうふうにその時、実際の映像があったその時の陰影を合わせて保存をしていくということで、まあ、こんなふうな自然の状況が作れると。でこういったものっていうのはもう少しこう広げていくと、そのプロジェクトの中では実世界型の、まあマルチメディアの環境で価値を作ろうということでして、まあ、我々の生活のすべてを委ねている実世界というところの中で何が起こっているのかとか、どうなっているのかということを、まあ判断することによって、あるいはコンピューターによって解析分析することによって価値を作ることができる。でターゲットは結構いろいろございます。で今度はその3の例でございまして、今度はですねデジタル放送と言われるものが目指すところです。で今は放送はちょっと前、一昔前はテレビの放送っていうのは5チャンネルとか6チャンネルとか、まあ、8チャンネルとかそのぐらいでございました。この頃はCS とか BS とかっていうことで、だいたい300チャンネルか400チャンネルぐらいございます。でこういったものが目指すものは、ここにありますように、ターゲットとして心を満たすという、やっぱり21世紀型のターゲットが大きな社会的な価値貢献ですし、ビジネスのチャンスもその中で生んでいく。でところが今はそのデジタル放送は多チャンネル化をしましたと。でいうことで、その中のコンテンツのことは全然言わずに、チャンネルが増えたからビジネスチャンスが増える。で、まあ言ってみれば最初のドットコム企業と同じような発想の状況にまだとどまっている。故に、ビジネスもうまくいかなくて、デジタル放送は立ち上がらないと。誰がこんなことを始めたの？あとこういうような議論があるんですけども、本当は、その心の部分の価値を作るということで、個人が自分で面白いものを発信をしたり、あるいは受けるところでも個人、個が重視をしてコンテンツを見ることができる、作ることができる。こういうような形で、コンテンツを作る、そういったことと相まてば、デジタル放送も非常に大きな価値になっていくというふうに考えています。でそこで、じゃあコンテンツ作り、日本は、まあ、コンピューターは今までハードとソフトと、これからコンテンツだって言うんですと言われるんですが、コンテンツって言われるとすぐハリウッドの映画はやっぱり真似できませんねとか、いや日本には宮崎駿がいるか大丈夫、ゲームは大丈夫と、こういうことなんですが、考えてみますと、私に言わせると3つのコンテンツを形成する方法があると。で一つは言ったように、才能のあるクリエイターが作るという作り方ですけれども、そうではなくてその他に2つある。1つは既存のコンテンツにいろんな探したり関連付けをしたり、加工したりして新たなコンテンツを作ると、この人が欲しい、部分のように作り出すというようなことが1つ。それからつまらない、ちょっとこれワープロード電車の中で淡くてやってたんで妙なあれになってますけど、軽井沢作ってんで必死でこれ慌てて閉じたんで、こうなっちゃいました。まあつまらないものをつまるようにするというか、魅力的にすると、こういう少し全く新たなジャンルがあり得るんではないか、そんな例をちょっと残りの時間で、これも再び我々のプロジェクトの神田駿河台下交差点の映像なんですが、さっき申し上げたように事故を減らそうとか渋滞を減らしましょうという、まあやや真面目モードなターゲット以外にですね、これを大スクリーンで研究室の中でこうやって、表示しているとなんとなく見てて面白いと、飽きないと。なぜ飽きないんだろうかということを少し考えてみますと、この横断歩道で人がいっぱい、ここに、若い女性が来たら、ここの男の子はどう行動するんだろうって言ったら、わざとちょっと前になるようにこうなんか歩く軌跡がこんな風になってみたりとかですね、あるいはここにこう、停止線がありますが、赤い車と黒い車と白い車ではどれが停止線を一番よく守るでしょうか。
で黒い車は、まあ、高齢者が多い、赤い車は若い元気な人が運転していると。故に黒い車が一番よく守って、赤い車が一番守らずに、白はその中間かなということが、まあ、思いつくわけですけども、果たしてどの程度なのかというのが、まあ、そんなに万人にとって面白いということじゃないですけども、まあ、ある人にとっては面白いかもしれない。で、しますと、こういうようなつまらない映像に対しても、自分がこの統計とかですね、これはどうなってるのかとか、どうなるのかとか、ああいうことを質問をして、それでシステムがそれに答えてくれれば、これはなんか面白くなるんではないかと。まあ、こういうつまらないものをつまるようにするというジャンルので早速トライをしてみましたということでして、でと汚くて申し訳ないんですが、ここに質問を出しております。で今ちょっと英語でこうやって、でこの質問はさっきも期待させたほど面白い質問をちょっとやってるわけでは今のところないんですけども、例えば何月何日、How fast is the fastest vehicles at 6am 6時ぐらいに一番早くここ通ったら何キロぐらいで通りましたかみたいな質問をすると、そうするとこれがここに答えが出てくるとか、まあ、そういうようなことで、その質問をしたら、その先ほどのつまらないものを解析して、まあ、これはその質問を分析をして、どういうふうにして答えを出せばいいかということをやっている図ですけども、こんなことがあります。それから次に2番目の加工、まあ、既存のものを加工することによって、自分の興味のある、より興味のある新しいコンテンツにしようというようなことで考えられることがあります。で、それにはいろんなアプローチがあるんですが、これは例えば放送されているものの中からある人が映っているとか、ある主題が出てくるとそれだけを拾う、あるいは子どもたちに見せちゃいけないから、あるものだけをこう映らないようにするとかっていう、まあ、そういったことができる、あるいは絵と絵とがこれとこれとが何か関連しているということをできるような基礎になる技術の例でして、でここに、桜井さんという、アナウンサーがおられて、で桜井さんのところの特徴というのは、まあ、こういうふうに特徴を取ります。そして今度はどんどん流れてくる映像の中からも、こういうふうに色の塊がどこにあるかというような画像の特徴を取りまして、それで、まあ、簡単にはこれとこれと照合してどの程度合ってるかということをすることによって、この人がここに現れてるとか現れてないとか、あるいはこれとこれとが関連あるとかないとか、似ているとか、まあ、そういうことを探そうというわけです。そうしますと、ここに桜井さんを探したいと、でここにいろんな映像が流れてくるわけですが、この場合は違うと、これがこんなにでかい桜井さんがあって、これは合ってると、これは違う、これは違う、まあ、人間がそういったその3歳の子を、まあ、2歳でもやれそうなことなんですけど、さっき言った3歳の子が猫を見てにゃんということがコンピューターではまだ言えないと、こういうふうに随分違う大きさで、違う向きで出てきても、こう大体見つけるっていうのはなかなか難しいことで、まあ、こういうような形で既存の映像の中から言ったように欲しいものを抜き出すと、あるものを見ちゃいけないものをサプレスするというような、そういうようなことをやると。それからもっと進みますと、例えばこれドラマをいくつかこうコンピューターの中で、データベース化しまして、一種のドラマの世界というのを作っているわけです。普通の放送というのは、放送されるのを1時間なり1時間こう頭から尻尾までずっと見せていただくという感じで見るんですけども、
ところが別のドラマもいろいろありますとかシリーズのいっぱいありますとなると今度はこの人が出てきて、いるところだけ探すとか吉永小百合はどういうような役割の変遷をしたでしょうかとか、どんな服装が当時流行っていたでしょうかとか、まあ、数えられるキリがないほど一個一個はつまんないんですけども一人一人興味を持った視点でコンテンツを作ることができる。一個一個つまらない上にですね、何百万人も見るようなコンテンツではないんですが、ある少数のグループとか、極端には一人の人が興味を持つということで、ブロードキャストからナローキャストへとか、パーソナルキャストへという、その時に必要なメディアになります。で、まあ、これも、画面をそのままビデオにしながら、まあ、この人が出てくるところを探しましょうというようなことで登場人物が出てきてでそれを探し出すとそれが出てくる画面が出てきてというようなことで、まあ、さっき申し上げたようなことを作り出す可能性があります。それからこの別の例ですがテレビを見ているといろんな見たことがあるような背景のビルが出てきたりします。であれはどこだろうとこう思うことがあるわけです。特にドラマだとよくドラマで使われる場所っていうのがあって A というドラマでも B というドラマでも同じようなところが出てくるこういうことがあるわけであの後ろに映っているビルはどこのビルだろうと思うことがあるわけですがこれはその大胆にもそういうことにトライしてみた例でしてで、アドマチック天国っていう番組でドライビングショットっていうのが出てくるんですが当時、六本木鳥居坂というのが出てまいりましたのでそこに出てくるいろんな建物これを取り込んでこれはどういう何のビルだっていうのを答えコンピューターに答えを出させているわけですね。ここのこちらがちらちら映ってこれもうちょっとゆっくりしてたんですけど最近パソコン買い替えたらこうスピードアップしてちょっと目まぐるしくなっちゃって申し訳ありませんが、まあ、大体3分の2ぐらい当たっている、まあ、そんな感じの状況です。でこういうものをまあ、実世界のアノテーションといいますか注釈付けみたいな話でしてで街に行くとあのビルなんだろうとかテレビに出てきたらあのビルはなんちゅうのかなとかあの3階には誰が住んでるのかなというものが例えば携帯端末を通してそういった情報が得られるということで、新しいユーザーに支持されることができるかなと。でそのためには新しい地図がなきゃいけないということでこれ筒の地図のデジタル地図なんですが見え方の情報をこうつけたような地図を提案をしております。それでそれをですねこれが大学の強みですけど学生さんにお願いをして、電子カメラで当時いた六本木の周り6000軒のビルを撮ってデータベースというのを作りましてで先ほどの仕掛けです。でビルというのはまあ一軒の似たようなのはたくさんあるんですけどもでもまあよく見るとですねここの模様とか色合いとか、まあ、かなり違うのでこれによって例えばこのビルに似たビルっていうのはどのぐらいあるかっていうと、まあ、ここのぐらいでたくさん候補が出てくるんですけどもところが数件こう映ってますとこう隣にこういうビルがある隣にこういうビルがあるっていうことでこう絞り込んで、大体当たるとまあそういう世界が作れるとで、まあ、こういうことで少し一般化しますと今デジタル放送をとで今は300チャンネル400チャンネルですけどこれからブロードバンドということでいろんな映像をネットワークから引っ張り出すことができるという、まあ、そういうインフラが整ってきた。そうすると我々の前に何千チャンネル何万チャンネルという、まあ、映像の世界が作れる。そこから価値のあるコンテンツを作るというふうに、まあ、そういう仕掛けとして研究としてはこんなような今一例をお見せしましたけど、まあ、それ一部ですが、まあ、いろんなこういうようなファンクションをコンピューターでできるようにすると、まあ、こういうのが新しい世界を開く一つのアプローチになります。で、まあ、以上今日
さっき最初に申し上げたように情報通信というのは大きな機体からIT バブルというそしりを受けるような非常に大きな乱高下を遂げているわけですけれども、やはりこの国立情報学研究所が目指す情報通信というのは人にと社会に大きな価値を提供する可能性を大きく秘めていると。でこれさっき申し上げた21世紀に、実現すべき、ターゲットということですが、この新名素というプロターゲットの中に情報通信の貢献できるところというのを見てみますと、まず心の問題、さっき言った個性というのは一個一人が作るわけですけども、放送とかいろんなものに個性をつけていくというようなこと、それからドライビングの空間を快適にするというようなところ、それから、まあ、今非常に支持をされている携帯電話とか、このつながりと人と人とをつながる。今までの電話にいなかったこと、電話っていうのは大体置いてある場所を分かっていますから、かけた時に、その、電話、話す言葉っていうのは大体分かってたわけですが、携帯電話になってからは、今どこにいんのって、こういうのが一番多い会話。で女子高生なんかの会話を別に聞くともなく、最近昔は電車の中でやってましたから、本当につまんないこと、まあその人にとっては重要ですけど、まあ社会的にはつまんないなということの、その相対が、でも、大きく支持されて、それは、やっぱり人と人がつながるということに対して、価値がオファーされてるのかな。来た文化とか、公平。まあグローバル化というのは、アングロサクソングローバル化に関しては最近特に、エンロン、ワールドコムの破綻からアメリカに追随していいのかというような意見もかなり出てきているわけですけれども、真のグローバル化っていうのはそれぞれの国がそれぞれの文化とか伝統とかを国際的な舞台の中でやはり主張し尊重し共演できる、それが本当のグローバル化。まあ、そういう時に先ほどの大仏さんがまあこれそれどの程度貢献できるかは別としてですね、いろいろ貢献する価値と余地というのはあります。それから食、食べることに関してもですね、情報通信というのは距離があるように思いかもしれませんけれども、その日本の農業あるいは世界の農業の中に情報通信というのが関われる可能性というのは随分あります。で、農林省と共同でですね、その農林省の研究企画では15年前にバイオテクノロジーっていうのと農業っていうのを研究をしたと。数年前ですけども、情報通信によって農業がどれだけ変えられるか、これもですね、例えば今非常に信頼を失っている生産地から消費地に続くルートを、やはり誰それさんが作ったものを我々がそれを好んで食べるというような、非常に見えやすいような食料流通路を形成をしたり、それから食料そのものもきちっと管理をしていくとか、非常に大きな可能性があります。命、今バイオテクノロジーとかよく言われるんですけど、あれは新しい薬なんかができる可能性がある。人間のその染色体、すべての情報がその遺伝子の中に入っている。で、これが大体解読されたと。で、普通の人の方が解読されたわけですけども、今度はその中のごく一部がみんな違う部分があるわけです。それは病気の場合に違うと。そういったことが解明されると、そうすると薬が、今までにないアプローチの薬ができると。そういうことで大きくそのゲノムの研究からポストゲノムの研究へと言われるのがそこの部分でして、でその時の主役は情報通信なんですね。で、国立情報学研究所も昨年からそういうバイオインフォマティクスという部門を作って、そういった研究もスタートしておりますけれども、こういった命のところ、それから雇用を作るとか福祉、こういったものにも情報通信というのは可能性が、例えば介護用のロボットとか、
先ほどやっぱり、お一人の方とがつながる世界社会とつながるというものを提供できるとかいろんな可能性があります。それからプラットフォーム、我々が住んでいるところがやはり安全で、効率よくかつ楽しい、まあ、こういうような都市であると。先ほど交通の例はお話ししましたけども、環境とかこういったものの中でも、まあ、この流通とか証券とかっていうのが e コミュニティの e コマースとか言われているところを貢献していますけども、それ以外でもいろいろ可能性があるという、少し明るい未来と、まあ、繰り返しになりますけども、やはり、本質的なものの価値を生み出すというふうにして、やっぱりこれから情報通信に関わっていきたいなと思っております。少し、長くなりましたけども、まあ、これで話を終わらせて、どうもありがとうございました。